E フットボール。はい、皆さんもチャーボくんゲームでございます。本日も動画やっていこうということで、メッシの登場とともにボール周辺ゴミと進化でサッカーが変わるウィニングイレブンから進化した E フットボールの公式トレーラーを参考にしつつ、ドリブルがねやっぱ強化されるということで、ここにも書いてあるというね、新作 E フットボール2021では1対1の部分にかなりねフォーカスされているので、めちゃくちゃ楽しみ。実際にプレイはまだできていないんですけど、今回はちょっと早いですが E フットボールドリブル講座やっていきたいと思います。公式トレーラーを参考にしつつ、ドリブル何が強くなりそうなのか、本当にドリブル特化型、いろんなね新機能とかも解説されてるんですけど、ドリブルだけにフォーカスしたね、ドリブル好きな方はもちろん、今までねドリブルしてこなかった方、好きじゃなかった方にもねドリブルの楽しさ伝えていけたらと思います。ドリブルを楽しむ。動画の流れ構成簡単に説明すると、右側の白文字と赤文字で分かれている部分、これはですね白文字の方がこれまでのウィニングイレブンではこうだったという部分になってて、赤文字の方が E フットボールでは公式トレーラー参考にしつつこんな感じになるんじゃないかっていうところを指しますということでね、早速いきましょう。こちら新作 E フットボールの公式トレーラー、イニエスタのドリブルなんですけど、足裏コントロール滑らかで、これ一見普通のドリブル見えるんですけれども、個人的に注目部分が重心のこのねドリブルの体重のかけ方、切り返した後のボールの運び方、運ぶ瞬間が現実のドリブルステップにめちゃくちゃ近づいてるんですよね。これによりやっぱり直感的な操作がねかなり可能になっているのと、今回説明しているテーマにもある通り、ボールの蹴り出しとスピードをコントロール可能に、これによりノーマルのドリブルでも大きな幅、小さな幅と分けれるので、もう無数のパターンだね。神々ですけど、興奮してね、無数のパターンでドリブルが可能になってる。そしてお次、ボールを触らない駆け引き、ドリブルトラップ時ということで、今までボールを受ける際ですね、パスもらうので基本選手待ってるんですよね。だからディフェンスもがっつり後ろからバーってハイプレス来て、なかなかなすすべないみたいな状態があったんですけど、新作 E フットボールではトラップ前の段階、パスの移動中にも自らですねそのパスを受けに行く動きだったり、受けに行くふりして受けずにちょっとね遠目でもらうという、そのディフェンスとのもう駆け引きだから、お相手のプレスがねこれによってかなりかけづらくなってくる。さらに今までではできなかった自らスペースを作る、やっぱドリブラーにとってねスペースっていうのはかなり重要になるので、ディフェンスがスペースを埋める動きができていたのが、こちらからですね逆に開ける動きっていうのはできるから、そこからまた違うスペースが生まれたりと、もうこれはね最高ですね。さらにドリブル中にもボールを触らないねこのフェイントとかも入りやすくなってるみたいなので、ディフェンスの間合いの部分、緩急もよりつきやすくなり、意図的に仕掛けることができる、これがいいフットボールですよ。そしてお次が体を使って相手を止める、ディフェンスドリブルということで、まずはこちらディフェンスの体を使うフィジカルですね。これまで通り1対1局面でフィジカルが強い選手がねかなり有利な局面はできそうです。しかしですねこれ1対1の部分で見ると、現実同様ねやっぱボール保持者がかなり有利になってくる可能性が高いので、この場面だけ切り取ると今作もねやっぱ1対1、あドリブルなかなかねやっぱディフェンス強いから難しいかなって思うかもしれないですけど、おそらくですねこれボタンをうまくタイミングで出さないとあのような取り方はできないんじゃないかなと見ています。さらにオフェンス側もねブロックができる、アーリーヒットみたいな形でディフェンスが来ても先に体を当ててねボールを守る、保持するという、このドリブルパターンがねまた増えるので、これまでだとハイプレスみたいな感じでがっつり来られるとなかなかですねボール保持者ってもうよろけちゃってすぐ取られる、横からガッてされること多かったんですけど、このパターンが増えることによりさらにドリブルのパターンが増えて楽しみだね。さあどんどんいきましょう。深まる1対1のナット感、これに関してはね本当に今までのウィレと一番違うかもしれない。これまではドリブル選手の動きに関係なく1対1局面においてディフェンスがねやっぱ圧倒的より、ドリブルどんだけ仕掛けてもねディフェンスの体感みんな99、数値99みたいな感じで、現実サッカーのような縦行くふりして中、この状態にディフェンスが重心そのままも戻してくるみたいなね、切り込みドリブルとかもなかなかできなかったんですけど、このね公式トレーラーの
イニエスタとピケの1対1局面でピケの周りに青色、水色、緑、黄色みたいな感じで色分けされてると思うんですけど、これいろいろですね、やっぱ見返して分析した結果、このイニエスタが縦へくりして中に切り込むこの瞬間、ピケの色のゾーンが急激に狭まったと思うんですけど、これがおそらく重心の概念で、今まで突破できなかったような場面でも突破できやすくなるんじゃないかなと思います。まだまだ進化するドリブル、ベースシステムの様々な改良、こちらモーションマッチングによる新アニメーションシステム、これは一体何なのかというと、今までだとドリブルコースどこ選んでも基本選手のねドリブルの動きって変わらない動きでやってたんですよね、ドリブル。しかし e フットボールでは操作するもう自分自身ですね、そのドリブルコースの選び方次第でディフェンスに対して有利な体勢局面作ったり、ドリブルの運び方次第で選手の動き、ボールの挙動とかもね変わってくる。ドリブルのワクワク感たまんねえ。ここめっちゃ重要なやつ来た。これ一見ディフェンス機能に見えると思うんですけど、もちろんねパスカットはディフェンス機能なんですが、今まで勝つならパスサッカー一択、やっぱなかなかねパスとドリブルどっちも強いって環境はねできていなかったんですが、この機能がね、今までパス自動でやっぱカットするっていう、それもね正面でしかできなかったんですよね。ちょっと横通りすぎるボールってカットしてくれなかったんだよね、まあ、だから本当にパスがねバンバン通るみたいな作品だったんですが、新作 e フットボールではパスカットが意図的に狙えたりね、まあ、ちょっとずれた足伸ばせたら取れるみたいなところもおそらく取ってくれる作品になってるから、まあ、パスサッカーの若干の弱体はあるかもね。さらにここのディフェンスのキックフェイントの対応を見ると、やっぱね1対1のディフェンスが相当難しくなってるのが分かるね。キックフェイントも強くなりそう。やってきました、一番伝えたかった部分、全ユーザードリブル操作が楽しめ、さらに操作が簡単になる可能性大ということで、今までのウィルだとやはりドリブルはどこかねコマンドゲーみたいなところで、もちろんね間合いタイミングで突破する場面も作れたんですけど、そこまで有効的じゃなかったんですよね。しかし新作 e フットボールではおそらくボディフェイントやシザーズなどのシンプルなフェイントがボタン1つ、スティック1つの動きで直感的に出せるようになっている可能性が高いね。なので現実サッカー同様、タイミング、間合いがもうこれまで以上というか、おそらくまあフェイントよりも一番大切になっているかもしれない。もちろんこれまでよりドリブル突破の難易度が下がったっていうのはあるんですけど、どちらかというと1対1のディフェンス対応の難易度が上がっているから、そこがねやっぱりドリブルの強化につながっているんじゃないかなと個人的には思っています。ということでガッツリ e フットボールではドリブルめちゃくちゃ強くなりそうだっていうのを話したんですけど、これね久保選手が公式トレーで話している、まあ、余裕を持つというねドリブル時に、やはり現実サッカーで顔を上げながらドリブルしている選手に対してプレスってね、もうがっつりそのもうグワッていくってなかなかないですよね。顔上げてるからパスもありますし、まあ、お相手もねスペースで狙ってくるなどとかいろいろ警戒するので、ディレイという動き、まあ、突っ込むっていうのは難しくなってくる、そのね余裕っていうのを今回おそらくウィニングゲームを取り込むためにプレスをねがっつりいくみたいなところがなくなってくるんじゃないかなと。もちろん引くだけじゃねディフェンスのボール取れないので、そこはねコナミさんがしっかりとした設定作ってると思うんですが、やっぱ今までのようにプレスを思いっきりかけてボール取り切るっていう局面が作りづらくなってる、イコールですねドリブル突破の可能性が増えている。ディフェンスが取り切れる場所を限定的にすることで読み間合いですね、またタイミングがめちゃくちゃ重要になっているんじゃないかなと読んでいるので、もう e フットボールね楽しみにしながら現実サッカーねドリブルさらに分析して、これからもガンガンドリブル講座出していきたいと思います。ということでね、こんな感じになるだろうというね未来編のドリブル講座させていただきました。していくのでぜひ皆さん遊びに来てください。今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。 e フットボールドリブル楽しみでございましょう。それではご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプラネット。